大きいね、ここね。すごい面白かった。ねえ、どこさん、どこさん、勝山で、恐竜化石が発見されまして、これをもとにして、ぜひ調査をしたいということで、今特別館長をやっております東洋一氏から、その調査の依頼を受けまして、私の記憶では確か前後10年ぐらい調査を進めたと思いますが、こういう調査を終えて、そしてこの建設に取り掛かろうということにしたわけでございます。で、場所につきまして、例えば福井市内にするか、あるいは勝山市内にするかということで、議論があったわけですけれども、当時の勝山市長が非常に熱心に、土地を提供するので、ぜひ勝山に設けてほしいというお話がございました。そして、この建設に取り掛かることになったわけですけれども、黒川紀章氏のこの設計ということで、これが大成功いたしまして、卵型のユニークな施設が出来上がったわけでございます。平成12年の7月14日にオープンいたしました。それから徐々にこの来館者が増えたわけですけれども、現在は県外からの来館者が大変多くなりまして、福井県の大きな目玉の一つに今なっております。同じ場所で見つかったワニの水ですね、これもほぼ全身のものですね。あとカメとかですね、魚の化石なんかも、ですから、今ああいう場所で発掘やってるんですけど、26年間掘ってるんですけど、一箇所でですね、この周辺に住んでいた恐竜とかですね、動物とか植物とか、全てここでこう発掘して、その大体1億2000万年から1億3000万年ぐらい前なんですけども、その時代 の、 その自然環境と、その生きてた動物ですね、動物植物を全部なんてですね、解明しようということですね。もうだいぶ分かってきたんですけど、でもまだまだなんですね。世界三大恐竜博物館と言われているんですけど、カナダにロイヤルティレル古生物学博物館というのがあるんですね。まあ、そこと、中国の四川省に自己恐竜博物館がありまして、でそれとここの福井の恐竜博物館が、まあ、三大恐竜博物館と、外国の方は呼び出したんですね。それは次第こう何となく広がっているんですけど、パークの一作目の映画を作る時のスタディ模型なんですよ。これが例の台所で子供を追いかける肉食恐竜いましたね、あれの原型なんです。後ろの爪がカチカチって歩いてたと思うんですけど、歯を、スキャナーで撮って拡大したのがあれなんですよ。歯のようなものがこっちとこっち、ここでついてるんですよ。でというのがですね、分かるんですよ、あれを10倍ぐらいにしたと、でこのデータ量が、スキャナーの、車1台分ぐらいのデータ量が、体重計と引き継ぎちょっと大乗りです、
通のまま。ティラノサウルスだと、100人分ぐらい集まると。